クリちゃんのシェン。あ、片付いた。クリちゃん。入れてる。コペパ。いつ食べるやん。やろ、冗談じゃないねんて。ほんまに食いつき全然ちゃうねんて。これ一番よく食べんねんて。なんでか知らんけど、食パンもやけど、でもなんか食パンよりもコペパンの方が食べやすそうにしてはる。信じられへんわ。もういいのこれ。猫落ちた。粉粉落ちた。食べて。待ってんの、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 まだ文字の、まだちょっと猫かじったとこあげようか。なんか猫かじったとこドロドロになってる。ママ食べようと思ったのに。はや、まだかじってる。ちょっとクリちゃん、目の前にご飯、そこに、ほら、ご飯、あんたのご飯、今作ったはんのあるやん。あれ？そのお皿どうしたん？え、それ猫の餌入ってたよね？入ってたよ。え、どこやった？ここ。どうしたんそれ？何してんの？なんでそこ入れたん？あれ、さっきまで残ってた今日の分のクリちゃんのご飯はどこやった？何言ってんの？若さん！何言ってんの？あれ？それクリちゃんがさっき食べてたお皿だよね？今日の朝ご飯入ってたやつ。で、ママが晩ご飯入れたやつ。お、そこに入れたん？入れてへん、何にも。何言うたん？ああ、これに入ってたやつ、ここ入れただけや。うん、そうなん？うん。開けとかな。多いやろ。開けとかなな、わからんから。それ1日分ちゃう？多いでやん。そんなことないよ。30g やもん。なあ、クリちゃん。30g って、そんなことあれへんわ。それ、ほんまに測ってる？なんか、また横よけてはんねん。だから朝の残りに晩を足したやつやで、さっき入ってたのは。だからちょっと多いんやで。な、わかる？言うてるわ。朝のって全然残ってへんだのに。残ってたっちゅ。残ってへんの。ごめんなよお前ら。とりあえず黙ってあんたは 30g 入れたらええんやろ。そういうこっちゃ。そういうこっちゃ。もういいねん。もう食う量増えたって死にゃんさ。デブル。デブルやもん。え？食わすな、お前のコッペパンを。デブルンやったら食わすな。んー、はい、もうワリアにも食わすな、バカ。だって猫かじったとこ食べさそうかなと。だってよだれだらけなんやもん、猫の。別にいいやろ、お前。それぐらい絶対多いよ、俺。いいから。おいわって、自分がさっき言ったんやそれ。あ、猫が。牛乳キャップ狙ってるわ、また。あ、牛乳キャップやっぱり。あかんって、牛乳キャップ持ち逃げしたら。ねえ、これ分かって、くっつけて返すの。あ、あかんの、持ち逃げしたら。クリちゃん。クリちゃん。